にちは。一度でいいからマンチラを見てみたいお兄さんです。ヒカキンに憧れたキッズということで、今回はですね、ニコニコ動画でね、ヒカキンに憧れた結果、わらわらわらみたいなタイトルの動画があるんで、こちら見ていきたいなと思います。まあ、今まで結構YouTube の方で、そのまあ YouTuber ごっこをしている小さい子供たち見てきてたんですけども、今回はニコニコからね、転載されてるキッズくんたちを見ていきたいなと思います。ということで、早速見ていきましょう。Let's go! 3、2、1、YO! サンディエゴ !OK! さてさて見ていきます。結構いっぱいあるんですけど、ちょっと一番顔が強そうなこちらヒカキンに憧れた結果パート17見ていきたいと思います。めっちゃさらすやん。パート17って少なくとも17人さらされてるやん。かわいそうに。まあ今からそれを見ていく僕も最低野郎ですけどね。いいんですよ、最低で言っていこう。人間なんて最低なやつしかいねえんだ。見てみろ俺らの国のトップ。あれ最高だと思うやつおるか。おらんやろ。最低やろ絶対。ごめんなさい、ちょっとたわけが過ぎました。すいません、ごめんなさい。頑張ってください。それではいきます、スタート。わわわわ、あすごいチャンネルだ。このオープニングなかなかえぐいですね。芋たれ芋たれ桜大戦0908、まあ、桜大戦が好きな9月8日生まれの人なんでしょうかね。はい、絶対そうや。桜大戦のキャラクター貼っちゃって。新宮寺桜ちゃん。あ、これ主人公ですかね。これ東宝ですね、東宝。PSP 改造動画、プレイ動画。ちなみにこの天才動画がアップされたのが2014年くらいなんで、それ以前ですね。確かにその頃は PSP 改造とか流行ってたんかな。いや、もっと前から流行っとるな。絶対 PSP 改造は。で、開封動画などをアップしていきますということで。なるほど。ピンクピンクですね。背景ピンク、文字ピンク、ピンクピンクや。で、Twitter もしてます。フォローお願いしますと。はい。まあ、このオープニングを見る感じ、インスタグラムには無縁の方っぽいですね。どちらもいいけどさ。いやーすごいね、めっちゃ音源使ってるもんね普通に。オープニングいや、サムネで見た段階だと、まあ、ちょっとパンチ強いなとは思いましたけど、再生見るとやっぱ違うね。迫力が違うわ。ごめんなさいね。まあ、人の容姿で笑うっていうのはちょっといかがなものかと思いますけど、いや、俺最低だからさ、ごめん、笑わしてくれや、ごめん。とは言ってもね、僕と顔のパーツ似てる部分ありますよ。まずね、顎がないです。僕も顎がないんで、これは彼と一緒です。顎なし族です、彼。まあ、彼ほどではないですけど、僕も出っ歯なんですよ、服がね。出てるんですよ。で、眉毛も太いです。僕も太いです、眉毛。最近ちょっと反ってるけどさ、こんぐらいかな。ええじゃないですか。はい。魂って書いてありますよ、習字の。で、あとね、下にも東方のキャラかな、東方のキャラ。いいじゃないですか。何がいけないんだ、笑うなお前ら。どうもこんにちは、こんばんは。こんにちは。さ、来世でどっちゅうでろいで、まあ、ちょっと聞き取りづらいっていうのもありましたけども。最初のね、オープニングの最初に出てた、桜大戦0908。なんか、ツイッターの ID とかなんかかなとか思ってたんですけど、名前でしたね。桜大戦0908っていう方らしいです。桜大戦0908さんです。なかなかトリッキーな名前。これすごいね、新しい。これを2014年以前にやってるっていうのはね、すごいことですよ。うん、やべえな、マジ。今回、ご紹介する商品は、はい。こちらで、めっちゃカフェオレや。いや、カフェオーレや。まあ、2014年以前だから。当時はね、やっぱヒカキンさんとかも結構何でもかんでもね、紹介してたんで、コンビニにあったらとりあえずこれ紹介しようってやってたんで、いいですよ、全然。期間限定の、期間限定だ。カフェオーレの、おクリアタイルというもので、おなんの僕のみ、ズッキリ、爽快、コーヒー。なんで？普通はね、カフェオレは甘い。コーヒーですよね。これはどういうものか、ちょっと飲んでみたいと思います。ああね、いいじゃんいいじゃん。一回でいいから口閉じてるとこみたいな。匂い的にはまあ、少しね、ブラック的な感じがしますね。なるほど。はい。あ、口閉じてるとこちゃんと見たい。口閉じてる部分ちゃんと見たい。ああ、すぐ口開ける。
あ、閉じた閉じた、口閉じたよ、口閉じちゃって、口閉じました、おめでとうございます。いや、口閉じてるとこ見れてよかったわ。いや、まあ気持ちわかるよ、本当にね。俺もどっちかっていうとね、口呼吸になっちゃうんですよ。だから本当気持ちわかりますわ。パカって開いちゃうよね。特にこういう動画見てる時なんてね、パカってなっちゃうんですよ。いやーね、そうですね、うん、はい、飲んでみます。飲んだ後がおっさんすぎるわ。おいくつの方かわかんないですけど、飲み終わった後がおっさんすぎたな。おいくつなんでしょうね。肌年齢は案外若そうやからな。高校生、大学生くらいだと思いますけどね。え、舌打ちした今。今舌打ちしたよね。おっさんやんけ。おっさんですやん。ブラックね、ね、これ。あー、ブラックか。あー、それは舌打ちするわ。甘いコーヒー好きって言ってたから買ったけど、ブラックだったんだって。うん、それは舌打ちしちゃうよ。思ってたんとちゃうってなったんやろうな。ブラックね、ね、これ。あー、飲んじゃう、飲んじゃう。おっさんなんだよな。僕のブラックのはちょっと気になった感じのブラックね。はい。あー。なんてなんてや、もう滑舌どうにかしてほしい。口もっとね、大きく開いて喋りゃええのにね。口の形だってずっと変わってないもんな。まあ、普通のブラックのはちょっと違った感じのブラックね。はい。ああ。普通のブラックとはちょっと違った感じのブラックらしいです。はい。ちょっとよくわかんないです。はい。うん、とても美味しいですね。美味しいんかい？ファミリーマートね、ファミマ。110円だったと思います。うん、110円。期間限定のね、気になった方は、早めに、買ってみてはいかがでしょうか。はい。今回はこのぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんやこれ！癖強すぎやろ！どうなっとんじゃい、ほんまに。いやでも個性あるってのはいいことですから。個性ないやつより全然マシですよ。かっちゃんみたいな。俺かっちゃんみたいな。個性あるやつが正義みたいな。小さい頃の爆豪勝つ気みたいな。3, 2, 1, YO! 股関節。OK! ということで、ヒカキンに憧れたキッツくんでした。いやでもすごかったですね。いやすごかったなぁ。これね、結構褒めるとこ探すの大変よ。あんまりね、ディスってばっかでもね、気持ちいい人いないだろうからね。なるべくアメとムチバランスよくやろうとは思ってるんですけどね。ちょっとなかなか難しいですね。すいません。まあ顎なくて出っ歯の方、僕もなので、そんなコンプレックス感じずにもっと出していきましょう。顎はないけど、歯は出てるからさ。レジェンド、明石家さんまも出っ歯です。はじめ社長も顎ないです。そいつらを合体させたのが我々、顎なし出っ歯族なんですよ。めっちゃすごくないっすか？だから勇気持っていきましょうや。ということで、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回の顎なし出っ歯でお会いしましょう。さよなら。悲しい。いや、誇りに思う。いや、やっぱ悲しいわ。うざいわ。ポメラニアン。ポメラニアン。ポメラニアン。